普段はお互い信頼し支え合う関係の女医と看護師だが、あ、英子ちゃん今日到着？あ、そうなんです。あ、先生もですよね。そうなの。夜もよろしくね。はい、じゃあまた、うん。そして到着中、ちょっと落ち着いたから髪取ろう。おう、仮眠か？はい、落ち着いたので少し休もうかと。そっか、じゃあな。お疲れ様です。何？何だろう。本当です？なんで看護師のあなたまで到着室にいるのよ。ああ、それをもうさせてくださいよ。エロ。あ、もしかして焼き餅とか焼いてます？はぁ、到着室を浮気に利用され、揉める。あんまり怒ると肌に悪いですよ。失礼しました。こんな生々しい。あんな感じですか。そして男性医師と関係を持った日を境に、ヘイコちゃん、はい、今日回診する患者さんのリストってまとめてくれてる？あー、やってません。忙しいんで先生やってもらえますか？ちょっともう味方ができたから。305号室の患者さん、術後の様子どうだった？気になるんだったら自分で診察してくださいよ。何でもかんでも聞かないでください。仕事じゃん。あ、先生、お疲れ様です。患者さんのこと聞いてもいいですか？関係持ったからって梅さんで来んなよ。態度が豹変する看護師と揉める。マジっすか？あ、実際にあるんですか、こういうこと？ありますね。あるんですね。あるんですね。当直室がそういうのに使われるっていうのもありますし、あとは結構病院じゃないですか。そうなんですよ。あの病院の中で、あの各階にその女性がいる、その、うんうん、彼女がいるっていう男性医師もいて、何股もしてるってことですね。何股もして各階制覇してる。5階だったら5股で、5階、そうです。1階に誰々ちゃんみたいな。受付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 。看護師さんの寮 の、 そのお部屋の鍵を何本も持ってるお医者さんとかいて、寮の鍵を持ってて、合鍵を作ってるということで、この恋愛の揉め事、匿名でもたくさんいただいています。特に多かったのがこちらです。はい、やっぱ不倫の巣窟って何ですか？いや、巣窟って言っていいと思うんですけど。あ、本当ですか？やっぱりあの当直とか緊急手術って言ってしまえば、あのバレないっていうのがあるから、浮気不倫しやすい環境にあるのかなと思うんですよね。そうか、命に直面する仕事だから、やっぱうわーってなんかあるんですかね。その子孫を残したいっていう、その本能がうわーって、一緒に手術、難しい手術を乗り越えた絆というのは、それはあるかもしれない。違う手術を乗り越えた、やっぱりあの緊急手術だったり、あの大変な現場だったりすると、そういう感情になりやすいのかなっていうふうに。そうですね。お疲れ様とか言って、なんかマスクだからね、ちょっとかっこよく見えるんですよ。目だけだから、だから多分落ち着いてフルフェイスで見たら、なんでなんだろうって なるぐらいのことも起こりうるのが病院という閉鎖環境でして、不倫の巣窟なんですね。そこが一番。病院とか次歩いてて当直室で見たらちょっとドキドキしちゃいます。ここで、ここでもしかしこの夜何か起こるかもしれない。ちなみに結婚されてる、あ、お二人、旦那さんはどういう方なんですか？私は医師ですね。私も同級生で歯科医師です。じゃ心配になりません？ね、絶対してますよ。そうですよね。こんなの聞かされたらもうだってしてるってしか思えない。ね、あんまり浮気は心配して、あ、心配してないんですか？してないです。私、あの主人 GPS ついてて、つけたんです。ついてるから。でもさっきみたいに当直室で不倫されちゃったら GPS ついてても、そうですよ、病院にいるっつって、だから歯医者がいいんですよ。え、どういうことですか？あの、そうです、そうそうそうです、そうです。当直ないんだ。そう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 。普通の歯科医師はまあ普通に働いて、夜には帰ってくるので、あの飲み会さえ行かなければ別に全然心配ない。
お医者さんなら歯科医師ですね。浮気の心配がない。旦那さんにするなら歯科医師ですね。ちなみにですけれども、うん、男性医師はこの科がモテるとかあるんですか？整形外科医。やっぱそうなんですか。チャラいよね。チャラいよね。整形外科医はチャラいよね。チャラいよ。泌尿器科医はチャラい。泌尿器科医もですか？なんでですかね。だってなんかほどほどに忙しくて飲む時間もあるみたいな、うん、そんな呼ばれない患者さん若い人多い、うん、そんなトラブらない、うんうん夜遊べる。それはちょっと甘く見すぎる。男性が集まりやすい科であるのは印象あります、うん、なんか見た目的な特徴とかあります？浅黒いし、ちょっとここざっくりいってるみたいな。白衣のここざっくりある。でも確かに空いてる、空いてる人が多い。なんかこうやたらこう見せてくる人が、何アピールみたいな感じ。あとやっぱ香水つけてますね、整形外科医。すごい匂いをさせて病棟とか来るんですよ、うん、でもその病棟中がその匂いでいっぱい。でも実際あのちょっとフォローするとやっぱノリがよくて、すごい面白い先生が多いと思います、うん、フォローになってる。